マルコの書、第一章、神の子、イエス、キリストの福音のはじめ。預言者、イザヤの書に、見よ、私は、使いを、あなたの先に使わし、あなたの道を整えさせるであろう。アラノで呼ばわる者の声がする、死の道を備えよその道筋をまっすぐにせよ、と書いてあるように、バプテスマのヨハネがアラノに現れて、罪の許しを得させる、悔い改めのバプテスマを述べ伝えていた。 そこで、ユダヤ全土とエルサレムの全住民とが彼のもとに続々と出て行って自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。このヨハネはラクダの毛衣を身にまとい腰に革の帯を締め稲ごとのミとを食物としていた。彼は述べ伝えて言った。私よりも力のある方が後からおいでになる。私はかがんでその靴の紐を解く値打ちもない。 私は水でバプテスマを授けたが、この方は精霊によってバプテスマをお授けになるであろう。その頃、イエスはガリラヤのナザレから出てきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられるとすぐ、天が避けて、精霊が鳩のように自分に下ってくるのをご覧になった。すると、天から声があった。 あなたは、私の愛する子、私の心にかなうものである。それから、すぐに、御たまが、イエスを荒野に追いやった。イエスは、四十日の間、荒野にいて、サタンの試みに、会われた。そして、獣もそこにいたが、御使いたちは、イエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスは、ガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ちた、神の国は近づいた。 悔い改めて、福音を信ぜよう。さて、イエスは、ガリラ屋の海でを歩いて行かれ、指紋と指紋の兄弟アンデレトが、海で網を打っているのをご覧になった。彼らは、漁師であった。イエスは、彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を、人間を取る漁師にしてあげよう。すると、彼らは、すぐに網を捨てて、イエスに従った。 また、少し進んで行かれると、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネトが、船の中で網をろっているのを、ご覧になった。そこで、すぐ、彼らをお招きになると、父ゼベダイを、雇い人たちと、一緒に船に置いて、イエスの後について行った。それから、彼らは、ガテナウムに行った。そして、安息日にすぐ、イエスは、街道に入って教えられた。人々は、その教えに驚いた。 立法学者たちのように、では、なく、権威ある者の,のように、教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた者が、街道にいて、叫んでいった、なざれの、イエスよ、あなたは、私たちと、何の関わりがあるのです。私たちを滅ぼしに来られたのですか。あなたがどなたであるか、わかっています。神の聖者です。イエスは、これを叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。 すると、ガれたレイは彼を引きつけさせ、大声を上げて、その人から出て行った。人々は皆、驚きのあまり、互いに論じて行った。これは、一体何事か。権威ある新しい教えだ。ガれたレイにさえ、命じられると、彼らは、従うのだ。こうして、イエスの噂は、たちまち、ガリラヤの全地方、至るところに広まった。 それから、街道を出ると、すぐ、ヤコブと、ヨハネとを連れて、指紋と、アンデレとの家に入って行かれた。ところが、指紋の姑が、熱病で床こについていたので、人々は早速、そのことを、イエスに知らせた。イエスは、近寄り、その手を取って起こされると、熱が引き、女は彼らをもたなした。夕暮れになり、日が沈むと、人々は、病人や悪霊に疲れた者を見なイエスのところに連れてきた。 こうして、町中の物が戸口に集まった。イエスは、様々な病を患っている多くの人々を癒し、また、多くの悪霊を追い出された。また、悪霊どもに、物言うことを、お許しにならなかった。彼らが、イエスを知っていたからである。朝早く、夜の明けるよほど前に、イエスは、起きて寂しいところへ出て行き、そこで、祈っておられた。 すると、指紋と、その仲間とが、後を追ってきた。そして、イエスを見つけて、みんながあなたを探しています、と言った。イエスは彼らに言われた。他の付近の町々にみんなで行って、そこでも、教えを述べ伝えよう。私は、このために、出てきたのだから、そして、ガリラヤ全地を巡り歩いて、諸回道で教えを述べ伝え、また、悪霊を追い出された。 一人の来病人がイエスのところに願いに来て、ひざまずいて言った。見心でしたら、清めていただけるのですが、イエスは深く哀れに手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれ、と言われた。すると、来病が直ちに去って、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐにそこを去らせ、こう言い聞かせられた、何も人に話さないように、注意しなさい。 ただ、行って、自分の体を祭初に見せ、それから、申セが命じたものを、あなたの清めのために、捧げて、人々に証明しなさい。しかし、彼は出て行って、自分の身に起こったことを盛んに語り、また、言い広め始めたので、イエスは、もはや表だっては町に、入ることができなくなり、外の寂しいところに、留まっておられた。しかし、人々は方々から、イエスのところに、続々と集まってきた。